皆様、ボンジョルノ、オッツォ工房と申します。引き続きストレンジャーオブパラダイス、ファイナルファンタジーオリジン、やっていきたいと思います。突っ込みたい部分とまとめたい部分にコメントを入れていきます。というわけでスタートです。相変わらずの日記、なんとなくわかるような、わかった気になるような。あれ、なんか黒い煮卵を倒れている人から回収しているような。うえ、行くぞ。少しはさっきの女性に興味持とうよ、ジャックさん。お前ら、さっきの女子見たか？みたいに確認してもいい気がする。空の上？どういうこと？落ち着いて。さっきの塔の装置でここに飛ばされただけ。クリスタルはここの上階にあるかもしれない。それは記憶か、それともお前の願望か。どっちもかもね。一気に宇宙に来てしまったぜ。会えてよ、地球は青かった。相手する？やるぞ、ついてこい。ジャック、今がチャンス。こいつら強いぞ。やっぱり文句以外は苦手。ちょっと手でダメなので仕方ないけど。なかなかやる。みんなは大丈夫？まだこれが実力か。怪我は手当てしておけ。いや、あんたが一番怪我してますね。行くぞ。健康だ。やるか。ジャック、やってやろう。これで行く。ギリギリだね。もう終わる？ジャックがいれば余裕だな。乗れ、行くぞ。上に参ります。さてと。
とどろけ。ジャック、この壁は危険だよ、離れよう。そうだよ。あ、ごめんごめん。謝るな、いい加減俺になれろ。お前の雑な注意喚起はたまに役に立つそれ褒めてない。いや、多分本人は褒めてるつもりです。ツンデレですね。刻んでやる。これで行く。さてと。やられました。まさか注意されていた電気柵に挟まれるとは。というわけで再挑戦。まず1匹目にケツキック。さてと。下がってるっぽい。スイッチと連動しているようだな。ほら、予感が的中した。いや、普通に罠だと分かるでしょ。ドアが閉まるとき、一人の場合、何か挟みたくなるよね。紙とか、開いたときに人がいたらと妙に緊張できます。キューブ発見。休んでおこう。
おっし、神父のジョブにつけたので、これでアサシンになれるはず。なれるはず、なれるはず。あれれ、シーフを育てなきゃダメなのかな。変更だ。というわけで、キューブの特性を使用し、経験狩りでジョブを育てました。手応えがない。攻撃を受け流されているようだ。よっしゃ、これでアサシンのジョブにつける。これで行く。動かないのか。
がいる。叩き潰す。でかい噴出効果。やっかいそう。ったく、動揺されないうちにやろう。ひるんでる。いけるよ。支配が変わった。なかなかやる。大丈夫だ、俺たちの方が強い。姿勢下がってるっぽい。どうも気力が冴えないな。休憩が必要なのかも。いえ、さっき MT 消費して HP 回復させたからです。健康だ。さてと。おとなしくしていれば倒されずに済むものを。ジェルノ、失敗して壁に挟まれしまった。いつもと灰色のハルクに見えてきた。暇な時は回復、便利すぎる、モンクさん。さてと、これで行く。
どうも気力が冴えないな。ジャック、どうしよう。だらけだ。下手をすると大騒ぎになりそうだな。気をつけよう。落ちるんだ。できたみたい。俺はまだやれるけどな。うへえ、またあいつらと戦うの面倒い。さてと。変更だ。大歓迎だな。ジャック、やってやろう。体勢が下げられてる。また落ちたんでカットしました。マジで面倒い。やるか。ジャックがいれば負けないさ。
かなか手強いな。離れられたかな。いいはずだ。これってさ、いい装備なんじゃない？もらっておこう。これで行く。さてと。健康だ。敵発見。叩きつぶす。危ねえ。落ちるところだったぞ。落ちてきたみたい。この後どうする？頂上という感じだな。ああ、気を引き締めろ。おっせんということですね。いつもありがとうございます。キューブがある。一息つけそう。さてと。これで行く。すっごいやり直しまして、文句で攻略できんかとやってみたのですが、うまくいかず。困った時の魔術師、何気に MP を一生で回復できるので使いやすい。健康だ。
一応挑戦している間に第二形態までは行ってしまって、ムビーは切り張りしました。オープニングのやつに似とる。すごく震えてる。こんなの初めてだ。カオスだ。聞いたこと言ってあげて。ここはシカジドが敵人。ジャックはね、無理だから。お前がカオスか。いかにも4人のカオスの一人。4人だと？風のクリスタルがあれば風のカオスがいる。火のクリスタルには火のカオス、水のクリスタルには水のカオス、土のクリスタルには土のカオス。なるほど、そういうことか。ついにここまで来たか。だがもうお前たちの運命は終わりだ。風のカオス、ティアマット。本当に嫌がった。王様、あんた嘘つきかい。変わるぞ。しぶとい。体力まで復活するわ。
わけじゃない。何度だって切り落としてやるよ。いけちゃうのでは。おい、君たちがティアマットを倒したの？ああ、よくやったわね。あんたは？私は闇に囚われていたみたい。カオスに負けたのね。私はソフィア。よろしく。風よ、クリスタルが復活するわ。水晶、クラ水晶を出して。こっち。ありがとう。何が起こったんだ？説明はできないわね。私はあの霧の対処方法を知っているだけ。またもや謎の装置の登場だね。何か知っているらしい。どう使うんだったかな。私は記憶が消えにくい体質みたいで、断片的な旅の記憶があるの。ここへも来たことがあるわ。きっと何度もね。そして何度も死んだ。多分。私はカオスを倒したい。この思いを何とかしないと。
苦しくてたまらないわ。ソフィアさん、どうこうしてもいいでしょ。断る理由はなさそうだ。死なないでよ。いてくれないと忘れちゃうから。それはお互い様。そうだった。ほう。火のクリスタルか土のクリスタルか方角が選べるようね。なんで木か土か分かったんだろう。書いてあるのかな。少し考えるか。火のクリスタルか土のクリスタルかどっちにする。カオスは実在し、しかも倒せる敵だった。それだけでも朗報だね。なるほど、転送装置ってわけだ。早速使ってみようよ。アッシュしか行く先を気にしてないのね。とりあえずお気に入りの帽子をかぶると上半身は裸に。あら、さてと。火か土かどっちから解放するか決めた。火のクリスタルを解放しよう。カオスは実在した。ジャックは正しかった。バカにしてごめんなさい。ソフィアが入ったので、ジュドもメンバーから外れます。ふふふ。今回はこの辺りで、チャオ。